和歌山県の選挙応援に訪れた岸田総理に向けて爆発物を投げ演説を妨害したとして逮捕された男が爆発物を複数本持っていたとみられることが分かりました。中継です。昨日逮捕された木村隆二容疑者は現在も和歌山西警察署で取り調べを受けていますが黙秘を続けていて動機については詳しく分かっていません。木村容疑者は昨日和歌山市雑賀崎の漁港で選挙の応援演説に来ていた岸田総理に向けて爆発物を投げて演説を妨害した疑いで現行犯逮捕されました。爆発したのは銀色の筒のような形で木村容疑者が岸田総理に向けて投げてからおよそ50秒後に爆発しました。木村容疑者は取り押さえられた際岸田総理に向けて投げたものと形の似た筒状のものをもう一本持っていて警察は回収した木村容疑者のものとみられるリュックを調べています。警察は未明に木村容疑者の自宅を捜索し他にも爆発物のようなものがなかったか確認しています。警察は木村容疑者が演説の現場に複数の爆発物を持ち込んでいたとみて犯行の目的についても慎重に調べる方針です。